メグール、松ッ駅前で待機中の車両車体側面メグールは、石川県白山市のコミュニティバス。北鉄白山バスに運行を委託している。2007年4月1日に運行を開始。メグールの名は、市内各地をめぐることから名付けられた。実際は、白山市は広いので、メグールは、合併前の旧市町村内をそれぞれ巡回し、 地域同士を路線バスがつなぐ形を採用している。旧末島市の市内循環バスや鳥越地域の鳥越委託バスなどのコミュニティバスを再編し、白山市誕生前にはコミュニティバスが運行されていなかった三河地域にも運行されるようになった。ただし、白鳳地域は現在も運行されていない。一台のバスで北鉄白山バスの通常路線バスとして運行した後、後 方向幕を変更し、コミュニティバス扱いで運行する便も存在している。車両は、主に、日野、ポンチョを使用している。マット三河、小口地域は、白山や朝顔のイラストをあしらったバスが走っている。このバスのデザインは、三地区の中学生から募集し、選ばれた。マット地域の、金沢農神経外科病院、野野市駅北口バス停で、野の市市のコミュニティバス、 と連絡している。また、野の一駅南口と、公立マット石川中央病院間で運行している、シャトルバスの運ンキーは2021年のダイヤ改正で、メグールが運行していない区間にバス停を新設している。各、ルートとも、月曜日から金曜日の運行で、土曜、日曜、祝日と1月1日から1月3日は運休。また、 白山独地区ルートの一部の時間帯は予約制になっている。なお、2011年度までは、マット三河、吉野田に地域及び公立ぎ病院ルートは、月曜日から金曜日までの運行。白山独地域ルートは原則として、毎日運行していた。現在の運行ダイヤ並びに、バス停の詳細は、公式サイトを参照。いずれも、主要バス停のみ記載。 バス停の一例公立する義病院ルート以外の路線の一部は予約制が採用されている。釜清水木駅間は路線バスと同等の運賃となる。二系統、朝夕は河内小学校、鳥越中学校、河内保育園のスクールバスとしても利用。広瀬方面と河原の山方面の二系統。予約制。平成29年度白山市統計書によると、 2012年から2016年までの運行日1日あたりの乗客数は以下の通りとなっている。剣地域は2015年からの統計。特に三河地域の利用者数の少なさが目立っている。2016年度の三河地域の利用者数は白山独地域の約3分の1、末東地域の約5分の1程度となっている。ありがとうございます。